流域ビルイ川は、ロシアシベリア北東部のクラスノヤルスク地方及び、サハ共和国を流れる川である。レナ川の左支流で、長さは 2650km、流域面積は45万4千平方キロメートルに及び、レナ川の支流の中では、最も長い。流域の永久凍土層の厚さは 1500m に、達し、世界有数の岩石凍結になっている。 クラスノヤルスク地方の西にある中央シベリア高原の北部エコンダの町付近に源を発する。東に流れた後、サハ共和国に入り、南東に向きを変える。この周辺は山間部でありところどころ非常に狭くなった渓谷がある。途中、1967年に完成した長さ600メートル、高さ75メートルという亀のナブロスナヤダムによって、 き止められた巨大な人造湖、微流湖に入る。ダムは狭い渓谷に作られているが、その上流にはいくつかの狭い渓谷で区切られた複雑な形状の広い水面が延々と続いている。人造湖の南東で町中川を合わせる。ここでは微流スカや水力発電所により発電が行われている。ダムを過ぎて山間部を東に流れ、スンタル周辺で南から北へ向きを変える。 大きなカーブを切った後、レナ川沿いの中央やクート定地を東へ流れる。スンタルより下流では、谷は大きく広がり北の中央シベリア高原から、流れるマルハ川やチュング川を合わせる。ビリイスクより、下流では広大な氾濫源や故障地帯、分流、巨大な中州が続き、サンガルの北でレナ川に交流する。沿岸にある主な町や村は、発電所の村チェディンシェフスキー。 河口のスンタル、ニュルバ、ベルフネビリウスク、ビリウスクなどがある。沿岸は、チョウザメやサケマス類の漁業が盛んなほか、合流点から上流線2 1 0 k m のチェリンシェフスキーまで航行可能になっている。右岸は、ウラハンババ、チルクオ、チョウナ、ウラハンボトーブヤなど、左岸は、アータランダ、イギャッタ、マルハ、チュキャン、チュングなどがある。10月中旬には凍結し、 5月中旬には氷が溶ける。氷が溶けると水量や水性が急速に増し、氷混じりの水が増水する。地下資源も極めて豊富である。1950年代以降、微粒川の流域は、支流沿いのミール縫いや、ウダーチ縫いなどで、ダイヤモンドの採掘が盛んなほか、鉄の交渉が広がり、天然ガス、活湯、金なども多数埋蔵されている。 ビルイ川流域で発見されたウ素とセリウムを含む暗緑褐色のベスブイシにはビルイシと名前が付けられている。ありがとうございます。